さあやっていきましょう。2日続けてっていうか、まあ1日のうちに2回行動になってダブルヘッダーでコイプル上げていきます。上げていくけど続けざま撮ってるわけじゃないんだよ。昨日の夜に撮って今日夜撮って、あーでも日付が適当に挟みそうだね。全ちょっとデートのところをこなしてなかったんで、ちょっとデートだけは見ていく。これは何？ボイスをダウンロード。じゃあそうね、ボイスのダウンロードのところはどっちが始まり、上から下に下がっていくかな、下から上に上がっていくかな。こっちかな、上から行こう。ほう、あ結構早そうだね。これもしも下からだったらちょっと、あれになります。はこれ、これを持ってないといけないの。 SSR 全時空の終着点を持ってないとできないの。これはちょっと引かなきゃダメってことか。ガチャ動画を上げなくちゃいけないの。それはちょっとどうだろうな、ガチャ引ける気がしないってな。まあいいでしょう、やっていこう。今日も今日とてストーリーを進めていこうと思います。ストーリーを進めていこうと。玄関でハク先輩と別れるまで口にできなかったその質問を静かにつぶやいた。高校生の時、音楽室の窓の外でいつもイチョウの葉を回していたのは先輩ですね。何やってんのこの暇なの。腕につけたイチョウのブレスレットが夕日を受け暖かな色に染まっていた。自分が危険の真っ只中になると知ったばかりなのに不思議と落ち着いていた。へえ。頬を撫でるそよ風が心を沈めてくれるようだった。これサイズがちょっとよくわからんサイズしてるよな。大きいんか小さいんか。私がエボルバーだなんて何もかもが夢みたい。エボルバーって何でしたっけ。自分がこんな事件に巻き込まれる日が来るなんて夢にも思っていなかった。どうして私がエボルバーだと。謎の組織から命を狙われるかもわからない。私がイボルの能力を持っている。それだけで。これイボルって読むんだよな、エボルじゃなくてね。じゃあイボルバーなのか。イボルバー。先輩どうして教えてくれないんだろう。先輩今度また聞いてみよう、もうちょっと親しくなって。そういえばパパが生前超能力者に協力を示したのってもしかして私のせい、はあ、パパの部屋、ほう、あそして私はこれまでも気づかったのは情報だ。深いかって言うとあれだけど、ちゃんと話がなんかこうしっかり作られてて高評価ですね、このゲームはね。パパを私が幼い頃からミステリー感がしっかりね。ああなるほどね。パパさんはこのイボルバーだとしても普通の人と同じように幸せになれるっていうことを、番組を通して世間に訴えていたと。そういうことなんですね。それはかなり古い写真で、郊外にポツンと佇む建物が写っていた。入り口には歪んだ小説家の双葉児童養護施設、はい、ここでの幼なじみがなんですか。この辺がしっかりなんかこう面白いよな。しっかりできとる。社長はその有名人。何 ?SNS。社長は有名人になってる。画面下の相互フォローのマークを見て危うく気を失いそうになる。私のプロフィールアイコンがキラのフォローリストに表示されている。キラにフォローされたなんて。本物？え？会ってなかったっけ？たびたび会ってなかったでしたっけ？そんななんか何度もキラの SNS をよく見かけるが、数千万ものフォロワー数が何よりの証拠だ。あまりの驚きに動きが止まってしまう。びっくりした。数万人いるフォロワーの中から誰もフォロー返してないのに私だけに返して。見つけたよポテチ姫。音大きくない？大丈夫？めっちゃ大きいと思うけど、まあこれ撮ればいいんですか。これ撮ればいいんですか。撮ります。どれ取ったけど、あ、これ通話ブレスレットと GPS。 はい、そこでこっちなんだ。どちら様でしょうか。
俺だ。は、音大きいとさゾワゾワするよね。聞いててさ、アザラシの声小さいなと思ってこうなんかそのスマホとかで聞いててさ、そしたらこう急にこの男声優、男性声優の声 ASMR みたいな。今家か。はい、はい、ごちゃごちゃうるせえって、はい、送ってくれたばかり。送り、これ どこで電話してんの。空で電話してんの。ガチャちょっと待って、ガチャじゃねえんだよ、ガチャじゃねえんだよ今ははは、帰ってこないんだが。何、衛星電話なの。もう一度言っておこうと思って。あ、はい。夜は外に出るな。あ、はい。まあコロナとかもね、影響もまああってのことなんだと思うけど、犯罪する人だったらまあこのチャンス狙うんじゃねって気がするよ。だってほら警察とかもさ、警察署とかでもさ、コロナ陽性患者出て全体的にこうね、その人員とかもかけなくなってるかもしんないわけじゃない。警察自体もやっぱそういうこと注意し始めるから、やっぱ夜の見回りとかの人も減ってるかもしれないし、対応できる人も減ってるかもしれない。そうなったらやっぱこう犯罪者の心理としては。そうか、あ、はい、ならよかった。警察今かけているのは俺の携帯だ、登録しておけ。あ、はい、わかりました。じゃあなあ、ちょっと待ってください、先輩に聞きたいことがあるんですけど。なんだ。はい、ブレスレットのことなんですが。ブレスレット。ああ、 GPS のことか。 GPS のついたブレスレット。はい、これどうして胃腸の形。ブレスレットって胸に飾るやつだっけ。ネックレスとブレスレットの違い。適当に作っただけだ。なな、はいはい、そうなんだ。へえ、先輩が作っ、お前に渡すものだからな俺が作ったに決まってるだろ。ブレスレットとネックレスの違いが俺には分からんのじゃが、な、なんなんすかね。気に入らなかったか。検索していいですか。ブレスレット、ブレスレットって。じゃあつけたままにしておけ。ブレスレットってあれか。勝手に外すなよ。手首に巻くやつか。なんでブレスじゃないの。どういうことなん。わからん、何もかもがわからん。ネックレスはネックじゃん。ネックって首じゃんね。うんうん。でブレスレットってさ、ブレスレット、ブレスレ、ブレス、ブレスが呼吸とか、なんかその、あとブレストがさ、胸じゃん。ブレストファイヤーってさ、マジンガー Z の技にもあるけどさ、その、胸じゃん。ね。だから、ブレスレ、まあ、レが入ってるけどさ、なんかブレスト、ブレストの親戚なんか、押せ、吐くわ、君はあれですか、衛星電話をしてるんですか。お前がなくさないようにな。これなら身につけていられるだろう。シャッシャとシャッシャと喋れ。それに、あ、はい、いや、この話はまた今度にする。めっちゃ声がゾワゾワするんだが、 BGM 大きくしすぎたかな。事件に進展があったらまた連絡する。ボイスを大きくしやがる。じゃあな。あ、はい、おやすみなさい。好感度が上がったらしいぞ。タイムラインも見ておこう。でんでん、何があったの。投稿した方がいいんかな。投稿しようか。このどうでもね、当たりさん、夜中に梨のコンポートの動画を見たら、コンポートってさ、なんなの？コンポート。なんかあの、一緒に出る港みたいな、そういうことですかね。さあ、サンドイッチいきましょうか。時間的にはまだ余裕があるよね。うん、10分まだいかないぐらい。一人ベッドに座ってると、次と、次と、気分に、俺らも生まれておきよ、俺たちも最悪。狭い部屋、窓には、あ、読み切れねえ。あんだけぐちゃぐちゃ言ったのに読み切れない。見上げた空は灰色の曇天。私は膝に顔をうつめる。不意に誰かが頭を寝る。なんだこの手は。アザラシの手か。まだアザラシって動かないんですね。ゆっくり顔を見よう。クマ。怖い、これはこれで。子グマがキャンディーを差し出している。首をかしげ、無限で無言でこちらを睨んでいる。睨んでるって今書いてあった。甘いキャンディーに私は笑顔を返す。キャンディーに肩を乗る。ガーリーだな。ジェットに腰掛け、晴れていくなんたらかんたら。ずいぶん早くに目が覚めた。今日のキラの取材のことを考えてたら、あんまり眠れなかったな。
おまけにあんな夢まで見てしまった。携帯電話に残るメールが昨夜の出来事が夢ではない、幻ではないことを物語っている。昨日の夜見つけた、ポテチ姫は何アイコンは喋らん。そうじゃろ、アイコンは喋らん。ツイッターの書き込みとかそういうのさ、本人が喋ってると思わん方がいいよな。喋りながらその言葉は言えないよ。もっとなんかこうね、あの 無表情で売ってるよ、ツイッターとかの通書きって。そうだろ、誰がその音声通きみたいな感じでつぶやきをしてるんで、してないよ誰も。奇跡系の集計も痛い、うらやましなあ、あ、うらやま、スタッフ募集してませんか、大卒の。なるほどね。奇跡の発見に出たいっていうか、キラに会いたい。なるほどね。だからこそ彼に関しては世論は前向きな捉え方しかしてないんだろう。キラが深夜に女性をホテルへ送っていった証拠写真もあるし、実だ、キラって優しい、そんな夜遅くにスタッフをホテルまで送るなんて、全体そんなあれじゃないぞ。試写会で歌ったね。何日も仕事詰めのキラが心配。でも寝顔が超可愛い。いるよね、男の俳優とかにもね、なんかたとえ浮気しても擁護する人。それは俺はどうかと思うよ。叩くときはしっかり叩いた方が本人のためになるよ、うん、私たちのキラならそれくらい許されるわ。彼がステージ上で寝ちゃったとしても私なら喜んで見ちゃうな。こういう溺愛思想の人間は子育てもうまくいかないと思います。なんだって、彼には超能力あるみたいってみんな言うのも納得しちゃう。誰からもこんな好かれてるなんて。誰からもか、男からは多分好かれてないぞ。今日それを身をもって体験したような気がする。何度も考えてからキラに短い返信を送った。大スターのあなたがなぜ私の SNS でフォローしてくれたの。ほどなくして彼から返信が届く。君の投稿を見たんだ、驚かせちゃった。たとえ LINE とかであってもさ、 LINE とかのつぶやきをなんかこう自分の声が喋ってると思われたくないよな。それはそれ、これはこれっていうね。喋るないちいち、ここはボイスをつけんで、ええ、それはヒーローの秘密だから君にも教えられないな。うるさ、うるさ。奇跡発見が本当に面白いからだ。俺のファンたちも見る目があるでしょ。うるさ、何やこいつ、うるさ。次のクールはどんな内容、こっそり教えて。わからないね。乙女的にはこれはありっていうことなのかもしれないからね。ね。そうじゃないと最新話を見る楽しみが減っちゃうでしょ。そういったものの、本当は最近奇跡発見の制作にあまり時間をかけられず、具体的な内容がまだ決まっていない。何かあったん？何かあったん？何かあったん？急にフランクになってどうしたん？それってバラエティ？それってバラエティ？うん、そうだよ。明日撮影現場に来ない？ちょうど X プロジェクトの撮影中なんだ。そんな番組昔あったな。X ファイル？うん？匿名99200X とかそういうやつ。プロジェクト X やん、そもそもがね。プロジェクト X やん。風の中のスバル。みんなどこへ行った？もちろん。後で地図を送るね。地図。キラとのメッセージが終わると沈んでいた気分が嘘のように晴れていた。明日取材に行くならアンナさんに知らせておかなきゃね。携帯電話を取り出しアンナさんへの電話をかけた。X プロジェクト X プロジェクト X。キラの撮影現場に行く急な電話で何かと思ったら、アンナさん SNS を見てください。今私ネットでちょっとした有名人になっちゃってます。どれどれ、本当だ、わかりました、行ってらっしゃい。後で番組を聞くのうるせえ。この電話はあれなんだな、アンナの声はないんだな。ここに声をつけた方がいいと思うな。さっきのあの文字でのやり取りのところじゃなくて、ここにね。あ、はい、シティニュースが解放されたようです。一緒に見てみましょう。見てみますか。そこまでやって今回はここまででしょう。何これ、新しいコンテンツが。もう訳がわからん。訳がわからん。何なんこれ。何なんこれ。
会社解放とかって、なんなんこれ。何をしてくるの。面白いなこのゲームはな。ここまで解放したらこんなコンテンツが解放な、なんですか。ニュース、はい。浮気から写真スタジオが忙しいから手伝いに来てほしいと頼まれた。潜入。浮気のスタジオに入ると目の前にゴージャスな空間が現れた。上の震度ゲージで、まあとりあえず 100% になればいいんだな。何、失敗になる。とにかく100人生徒あ、正しい選択をしていく。最初からやり直し。はあ。ただ、なんか調査っていうかパソコンポチポチしてるだけだよ。した。宇垣からスタジオの先生と訪れたアザラ子は、掃除の最中に閉ざされた部屋を見つけた。扉には立ち入り禁止と書かれている。こっちでいいの？なら余計に入ってみたくじゃないの？これでいいの？潜入調査として、調査としてこれでいいの？ここにさ、マウスのさ、あの右手でここを押してて左手にここの手があるってことある？ここか？手ってここか？左手だったらやっぱ WSD に、SD に押したくなるよね、手はね。浮気から来訪したお客さんの接客を命じられたアザラシはどうする？アザラコはどうする？普通だよな。報道発表。面白。報道できました。右上のスクープ一覧から調査の過程を振り返ることができます。何もないところをタップして報道を閉じます。はい。もうずっと無音なんだよな。で、報酬一つにつき1ポイント増えて調査報告証拠をアップさせることができます。たまるほど発見数難度高くなり報酬も良くなる。で、人材とかもあって、はあ、いろんな人たちがいますね。三蔵で、朝5時に前日の調査経験値に基づき報酬確定。はあ、なかなか濃いコンテンツが実はあったってことですね。会社とまだやることがある。やることいっぱいだ。で、部門研修、おう、はい。でコースで、ずっと無音なんだが、ここなんか軽く BGM 流していいと思うよ。ツンチャ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 みたいな。そしてそのまま無音のまま終わったみたい。じゃあ今日はここまでにしましょう。はい、じゃあまあ次回もね、そんなに間空けずに、ちょっとね、乙女じゃねえわ、恋プロのね、実況のサムネとかね、雑なままのとかもあったりするので、その辺も直したりしながら、もうちょっとこう、一本の動画として見れるようにしていこうと思います。まあ今日はここまでということで、お付き合いいただきましてありがとうございました。暖かくして寝てください。ほなまた。